様、お疲れ様です。チューリップリンセスです。今日もなんだか暑いですね。それでは昨日の夜ご飯かな、お夕食を私のまだアップしていなかったので今からやりたいと思います。はい、こちら大ヒットだったさつまいもとゆで小豆のご飯、そしてもうこれはラストの海苔汁にしちゃったお味噌汁、そして奥がこれね、チキンのウインナーなんですけれども、チキンの、ウインナー、あっさりウインナーとキャベツかなと、あとマッシュルームの炒め物ですね。これなんですけれども、第一タコハイのチキンのウインナーっていうのがあるんですね。なのでまあ少しはね、あっさりしてるかなと思うんですけども、基本的に本当は加工食品ってあんまり良くないって言われてるので、その中ではマシっていうくらいな感じですね。で、それと、マッシュルームと、キャベツはたっぷりですね。これでほとんど本当に少量のグリーンナッツオイルで炒めて、シナモン、オレガノ、バジル、塩コショウ、あと少しの多分、めんつゆだったかなっていうか、違うかな、バルサミコ酢にしたかもしれないですね。バルサミコ酢とかね、そんな感じで味付けをしました。こちらが美味しかったさつまいもとゆで小豆のご飯。っていう感じで、で、その後にね、これ多分撮ったんですね、私が。ラジオを撮ってね、みんなもう聞いてくれて、どうもありがとう。で、それでね、今日のもう朝なんですけども、いきなり今日の朝になって、これはね、穴子の、煮穴子です。これも湯煎で食べられる煮穴子が、第一宅配であるんですけども、とろ穴子とかかな。なんかそれをね、湯煎で温めて、いただきました。そして昨日のがね、まだどっさり作っていたので、ちょっと余ってたのでね、こちらもいただいて、あと自家製のぬか漬けと、小梅干し、白菜は京都の頒布会のお漬物の、頒布会の、ぬか漬けです。で、これで、もう具が少なくなっちゃったんですね。もう今日はね、さつまいもが少なくなっちゃってました。で、これ、まだなんか海苔汁があったみたいですね。なので、これをもう本当にラストでいただいて、っていう感じね。今日これ私の朝ごはんでしょ。っていう感じでしたね。で、そして、これね、今ショートで流したんですけれども、なんか流した後やっぱ暑いなと思って、ちょっとね、暑苦しい画像になっちゃいました。まだね、ちょっとね、先取りな感じで秋っぽいファッション流そうかなと思ったんですけど、めちゃくちゃ暑いからね、ちょっと早すぎたかもしれないですね。はい、で、こちらが、美食女スイーツのコーナーって、でも本当はもう美食女スイーツのコーナーを4読抜くならもう廃止なので、これね、お砂糖使わずに蒸しパン作りました。さつまいもとゆで小豆とお抹茶と、米粉と、豆乳ヨーグルトと、あとサイリウムと、重曹かな、そんな感じでもう蒸してね、お砂糖全然入れてません。発酵小豆ちょっと入れたので、発酵小豆ね、ちょっと甘いんですね。お砂糖入ってないけど、それを少しだけ入れたけど、全然甘くなかった。でもすごい美味しかったです。私の、手作り、蒸しパン。さつまいもと小豆の抹茶蒸しパン。いいでしょう。はい、最高、最高、最高。甘くないけど。まあ、パンっていうことでね、甘くない。で、ちょっと角切りのさつまいもにはお塩をまぶしてるので、ほんのりしょっぱさがある感じですかね。私は美味しかったです。ね、みんなは甘いのが欲しくなるかもしれないけどね。で、これがね、さっき作ったんだけど、これは、鶏団子なんですけれども、時間がないな。これ、まあ、いっかな。もうちょっと、またね、お夕食の時に、また、言おうと思います。それでは、また、とりあえずここまで。